はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。岸田総理がですね、カルトによる悪質勧誘を禁止、それによる寄付を取り消しと損害賠償請求規定、それによるというのは悪質勧誘による寄付は取り消せる、損害賠償も請求できるっていう法律を作るっていうのを昨日発表、おととい発表いたしました。それについて夫婦別姓推しのへりくつ野郎山口夏夫公明代表、罰則は必要、まあ、禁止する以上は罰則は必要、禁止するのは客観的な行為や外形的な行為とし、立憲や維新が主張するですね、洗脳状態での寄付禁止を否定いたしました。これをやられちゃうと学会が困るんじゃないでしょうか。洗脳状態での寄付も、禁止されちゃうと学会が非常に困るんだろうな、罰則は必要、禁止する以上罰則は必要って、今までですね、NHK、契約しなくても罰則はなかったんですよね。今後はですね、確実に NHK 見てる、テレビがあって NHK を見てるって、証明できた、すなわち自分から電話かけて邪魔な表示消してくれ、どこそこの誰それって言っちゃった人には割増金っつって罰則つくことになりますけれども、今まで罰則がありませんでした。まあ刑事でやるか行政罰でやるかは検討中っていうことなんですけどね。ネットの反応です。そうかそうか、お前が言うな、高額寄付は禁止しないの？禁止したら大変だよね。学会ね、親が信者だからといって未成熟な子供を勝手に信者にするのはやめさせないとな。これいっぱい被害ありましたよ。学会の2世なんだけど、俺選挙になると母ちゃんは飯も作らずにずっと外出してて、いうようなね、被害、結構ツイッターに転がっておりました。2世3世問題も、そうかはやばいだろ、やばいです。やばいです。なんか子供に新聞配りの手伝いさせるとか、新規信者の家にある仏壇とか神棚全部焼き払ってたけど、あれ今でもやってんの？かつてはやってた、やってんすかね今でもね。なんか新規信者、あんたはもう学会のあれなんだから、他の神様、他の仏様信じちゃダメーなんつって、で仏壇焼き払った挙句ですね、学会制の仏壇売りつけると、そういうのやってたって聞きますけれども、そうか、もう政治から排除しないと。公明党議員は外国人生活保護受給の斡旋やめーや。これ共産党議員もやってまーす。やってんだね。これ見返りが赤旗取ってもらうとか、まあ学会だったら政教新聞、取ってもらうとか、試験ですけど、禁止するのは客観的な行為や外形的な行為。これ立憲とか維新が言うように、洗脳状態での寄付禁止、つったって、洗脳状態であったって判定するのが困難ですよね。普通の裁判だとね。刑事罰があるなら、裁判で勝てるですね、外形的な行為の証拠を揃えないとね、例えば殴ったり蹴ったりしたであるとか、こんなことを言って脅したとか、外形的な行為、確かにあった行為、の証拠を揃えて裁判やって、で刑事罰と、裁判やってじゃなくて告訴してですね、告発状、警察が出張ってって捕まえてみたいな、そうすると学会はですね、これとこれはしないようにって、その禁止ワードや禁止行為が明確になって、かえってやりやすくなるんだよなんて、ちょっと思っちゃいますけれども、まあ、それ以外はやっていいから、みたいなね、ことになってね。まあ、学会は今、過去最大にビリ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 してって思いますけれども、統一をやればやるほど、学会にも矛先が向く、可能性もありますもんね。だったら学会はどうなんだみたいなことを言われる恐れが、
深まってしまいますから、まあ、立憲にも共産にもですね、いい加減にしろって思ってることでしょうね。まあビリビリしてるのは後ろめたいですね、学会だけでなく後ろめたいとこ、まあ外形的な悪質な行為をしているところ、まあ検証会とか言っちゃいますけどね、あとね9条があれば外国は攻めてこないとかいう大嘘で信者を獲得しているとこ、とかですね、そういうとこもビリビリしてんじゃねえのかなって思いますけれども、共産党がね立憲に比べて統一叩きにあんまり熱心でないのはそこら辺の事情もあるんじゃないでしょうか。洗脳して赤旗を配らしているなんていうのを突っ込まれちゃったりなんかしてね、10月27日久しぶりの憲法審査会を開催、立憲の中川雅治、今問われなければならないのは統一教会と政治の関係だ。自民党の改憲の動きを統一教会が下支えしたのではないかと発言しました。まあ、噛みついてですね、やっぱ改憲議論はしないのね、ちゃんと妨害して、停滞させられないと中国共産党と北朝鮮に怒られちゃうもんね。改憲議論地対戦闘作戦っていうんですか、ネットの話、自民党は与党なんだから立民に引きずられないで改憲の議論を進めてもらいたい、それが民主主義じゃないのか。国葬の時に国会は最高機関だから開け開け言ってたのに開いたなこれ立憲って自分らも統一と関係してるのになんで攻める側に回れんの、改憲するって言ったから自民党に入れたんだぞ、いうような意見がありました。憲法審査会を開かせないために、日程を決める幹事会を拒否して出席しないで日程を決めさせないという手段で何年も何年も議論停止に成功、立憲共産社民令和、この手段が知れ渡ってきて野党どもこんなことしてるみたいよ、で議論サボってるみたいよで批判に耐えきれなくなって開催は認めることになったものの、開いたら開いたで枝をギャーギャー言い立てて議論を進ませないと、時間稼ぎにもいいっすけど遅くなればなるほどですね、高齢左翼支持者がまあいわゆるバカパヨが自然減していくのにね、自然と自然減、年間今日本では140万人、亡くなっておられると、まあ、自然っていうのもあるし病死事故なんかもあるし、議論の地対戦闘は中国共産党の指令だからまあしゃあないのかな。左翼側はですね、改憲に反対の国民は今日がマックスなんだから、わかります意味、改憲絶対反対っていうような人は明日になったら今日より減ってんだから、自然減で、思い切ってですね早期に国民投票で勝負に出るっつうてもあんですよね。国民投票でまあ改憲を否決できたらですね、今後10年ぐらいは改憲議論させられない、できない、国民投票できない、蒸し返せないっていう風になるのにね、まあ私なら勝負にでっけどな。まあ議員の立場を守りたくてキューキューとしてるバカパヨ議員には踏ん切れないかもしれないですけれども、あとまあそういうようなですね長期のビジョンも持ってないでしょうけれども、あんたらの味方は今日がマックスなんですからね、なんせ1日4000人減ってってんだから、この日本においては。で、年間140万人ね。まあ、時間は我々の味方であります。東京新聞、百里基地前で日米共同訓練中止集会。なんかこういう連中がわーわーギャーギャー。地域を緊張状態にするとか、騒音問題が解決してないとか言ってですね、まあ、訓練を中止しろって言ってるんですけど、ネットの話、少な
白髪とハゲばっか高齢者しかいなくて草。なんか女の子いますよ。孫だかなんだか連れてきたのかな。赤旗読んでそう。配ってる側なんだよな。赤旗を配ってる側。あーなんですね。赤い旗に共産党とあるが。市民の会と言いつつ、もろに共産党です。共産党が抗議するってことは、日本にとって必要な訓練なんだよな。市民の会って設定なのに、もろに共産党の旗立てて笑っちゃうんですけど、まあこの人らはですね、赤旗配ってる側ですよね。無給もしくは低賃金でね。あんたら洗脳されてますよ。目覚ましなさい。共産党が抗議してんだから、訓練は中止してはいけないってことでね。代表格の梅沢なんとかさんって人は72歳だそうであります。この年まで元気に活動家の仕事ができてよかったですね。これは長年にわたる赤旗配達で足腰鍛えているから元気なんでしょうか。パッと見15人ぐらいしかいないですけど、それでも写真付きの記事にする東京新聞と。まあこういうのやるから記事にしてね、行く行くっつってお仲間なんですよね、きっとね。NHK スクランブルでもなんか300人集まっても一個も鍵はしねえけどね。ガベージニュースさんっていうところがですね、高齢者65歳以上の犯罪状況をグラフにしてくれていました。検挙数、検挙率は2007年以降右肩下がり、ピークが2007年でした。高齢者の犯罪は減っておる、数は減っておる。2007年の検挙が現在の 1.5 倍もあるんですけど、なんでだろうな。2007年に65歳以上だったって人はですね、1942年から前に生まれた人で、まあ、現在は80歳以上になってる人ですよ。まあ、終戦の時は3歳の人だった。戦中戦前の記憶はなさそうですな。つまり、教育直後を、覚えてない人、習ってない人ですね。公のためになりましょう。親孝行しましょう。友達を大事にしましょう。っていうのを教えてもらってない人。暴行、傷害、脅迫の粗暴犯率が22年にわたって右肩上がりでした。これグラフに載ってるのが2001年でして、まあまあ右肩上がり。数も率も増えている。高齢者犯罪、数は、総数は減ってるんですけど、粗暴犯の数が増えている。率も増えている。まあこれね、医学の進歩で、65歳以上でも、肉体的に元気で、暴力を振るえるからなんでしょうか。元気いっぱい人殴ってます、みたいな。そういうことなのかな。まあ無責任ですけど、私にも理由はわかりません。65歳以上の方の暴力犯罪が増えてるっちゅうね。結論なんですけど、65歳以上の犯罪総数は減り続けているが、暴力的に変化し続けている。まあ、質がね、質が暴力的に傾き続けている。そういえばですね、まあ、駅員への暴力は、65歳以上が一番多いそうで、まあ、65歳以上が母数も多いんですけどね、4000万人、65歳以上が4000万人で母数が多いから数も多いとは考えられるんですけれども、まあまあ30代、40代、50代、つうのははるかに凌駕してますから、その4000万人って数がね、まあまあ医学の進歩で元気いっぱい、力いっぱい他人を殴れるっていう風になってしまったということなんでしょうかね。ちょっとわかりませんけれども。というわけで、日本改革党メール党員さん大募集であります。有料ですけれども、有料のメールマガジン買ってもらって、日本改革党を支えてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。